人工股関節手術の長期成績を向上させる研究をしています。手術方法を工夫したり、人工関節を開発・改良したり、人工関節の生体反応性を調べたりする研究をしています。人工関節手術の問題点は緩み、脱臼、感染症です。特にこれからは感染症に対する治療・予防を研究していきたいと思っています。さらに現在スタンフォード大学、ヘルシンキ大学と10年来研究をしていますが、国際共同研究をより発展させていきたいと思っています。整形外科の教室では明るく自由にのびのびと勉強できる雰囲気づくりを大切にしながら、みんなで頑張って研究をしています。新しいことを学んだり、新しいことを取り組んだりしているときに出てきた疑問を調べて、それを突き詰めていく姿勢が大切だと教えています。人間味にあふれ、そしてリサーチマインドを持った医師を育てていきたいと思っています。